皆さん、こんにちは。VMWare を使用して Windows Me をインストールします。やり方は実機へのインストールと基本は変わりません。それでは作業を行っていきましょう。新規仮想マシン作成ウィザードから始めます。ゲスト OS のインストールではインストーラディスクイメージを選択して CD を ISO イメージにしたファイルを読み込んできます。 そしてウィザードが最後になったらハードウェアのカスタマイズをします。デバイスの追加からフロッピードライブを追加しておきます。これは CD からブートすることができないのが理由です。さらに、この PC には物理 FD ドライブが存在しないので、フロッピーイメージファイルを使用することにして、そのファイルを読み込んできます。 このイメージファイルの作成方法ですが実際のフロッピーディスクの内容をイメージファイルにすることができるソフトを利用して作成しました。イメージにする前に CD を認識するドライバーを config.sys、autoexecbat に記述しておく必要があります。これが困難な場合は汎用 FD のイメージファイルを Web 検索してダウンロードできるかもしれません。これでウィザードは完了しました。 次に仮想マシンをパワーオンします。フロッピーディスクから起動して CD がドライブ R として認識されております。R ドライブが CD ドライブなので R ドライブに切り替えます。CD、ィルコマンドを駆使してセットアップ、エグゼがあるフォルダに確認しながら移動します。 セットアップとコマンドを入力して Enter キーを押します。エラーが発生しました。VM ウェアのウィザードである仮想ディスクの作成でフォーマット形式が NTFS で作成されたと思われます。Windows 95、98などはフォーマット形式は FAT、FAT32 でないといけません。 そこで A ドライブのフロッピーディスクに戻り、フディスクコマンドで一度このパーティションを削除します。 削除後にフォーマットコマンドを入力したらエラーが発生しました。フディスクの後は再起動が必要でした。 再起動後はフォーマットもできるようになり、先に述べた手順でセットアップを実行します。 スキャンディスク後にインストールが始まりました。 しかし、セットアップが完了しても解像度が小さく変更することができません。マウスの動きもぎこちないので VM ウェアツールをインストールします。 しかしエラーが発生しました。調べてみると過去のバージョンの VM ウェアツールが必要だとわかりました。Win プレ2系 ISO が Windows 2000より前のバージョンをサポートするとのことです。早速仮想 CD にセットしてインストールします。 再起動後は解像度の変更もでき、マウスの動きも良くなりました。 本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。